テンチャンネルへようこそ。今回は皆さんの実際の歯並びを僕の方で診察していくような企画を説明したり、実際の例を挙げたりしていきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。歯科衛生士の抜き打ちチェック動画もありますので、ぜひご覧ください。今回はこの YouTube を見てくださっている方参加型となっているような企画でして、実際にクリニックに行ってカウンセリングをね、受けることがあると思うんですけど、まあ美容だったりとか歯医者の矯正だといろいろあると思います。でもなんとなくふんわりでいいから先になんとなく知りたいって人いますよね。費用だったりとか、自分だったらどれぐらいの期間でだいぶ並ぶのかとか、まあ歯医者の矯正でいうと抜歯が必要かとか、親知らず抜いた方がいいですかとか、日々僕のインスタグラムに DM でご質問来ます。でもなんかそれって言いづらいなとかね、思う方いると思うんですよ。実際歯医者行って聞かなきゃダメだなとかね、億劫だなって、でも行くのめんどくさいなって、でもなんとなく先に知っときたいな。多いのはやっぱり費用感ですよね。実際の費用どれぐらいですかって聞かれることが多いです。その時に写真付きで僕がなんとなく見れれば話せるんですよね。なのでこれ見てる方、実際にね DM ください。矯正しようか悩んでる方、僕の方で答えますから。基本的にインスタグラムは僕が全部見てますから、で返信も僕が実際にしてます。なので DM にて、まあ、自分の歯並びなんとなく撮っていただけたら答えれる範囲で答えます。レントゲンは撮れないので、親知らずが生えてる生えてないは分かんないんですけど、実際に生えてるって自覚がある人だったら親知らずありますとかね、補足情報でいただけたらそれに合わせて言えますからいいですよね。なんかズームでオンライン診療でなんか実際に面談とか実際に診察してもらったりとか今流行ってますよね。どうですか、利用したことありますか？ないです。ないですよねないかもしれないですけど、楽ですよね。でも、うん、行かなくていいっていうのはね、本当にそう、うん、そう、本当にクリニック行くのって結構勇気がいるというか、うん、行くぞって決めて皆さん来てますので、うん、実際に診察していただく前になんとなく概要分かってると一番いいと思いますから、皆さんどしどしインスタグラムの方でも何でもいいです、メッセージください。で、僕の実際のインスタグラムの ID はこちらとなってます。見ていただいてもうすぐ検索したら出てきます。 A クリニック古いですぐ出ますよくクリニックによっては、まあ、その担当の人が答えたりとかね、先生じゃない人が運営したりすることもあるんですけど、僕が運営してます。僕自身が症例も挙げてますので、まあ、基本的に全部先生に直接話せると思ってください。結構僕がプライベートなこと載せたりもするのはそういう理由で、そういう理由で、まあ、僕がやってるから何でも載せれるんですよね。症例だけバーッと載せるっていうよりかは僕個人のことも見てもらいながら載せてますので、何でも相談してください。あと遠方、私大阪住んでますとかね、北海道にいますとかいろいろあるんですよ。それでも来てくださってる方は毎月全然います。その中で行く前に先に知っといた方がね、心がね安定しますよねいきなり100万とかね200万とか言われることもないよ。実際に矯正やるってなったら通わないといけないんですけど、その前になんとなく知れることができますので、どしどしインスタ見てください。もう一個やっぱメリットは、僕みたいな、まあ、ここに盾とかありますね、ベザーラインブラックダイヤモンドってありますけど、これぐらい症例やってる先生のカウンセリングってお金かかることもあって、なおかつなかなかその先生に見てもらえる機会がないとかねあるんですけど、僕全部見ますから。本来症例数多い先生って、まあ、陰気だったりとか予約取りづらいとかあるんですけど、僕が DM だったらその方でパッと見れますから、心置きなく送ってください。じゃあ一回ね、こう一例をちょっとやります。で、今僕写真1個選んで初診時に来た患者様の写真に対してお話しするんですけど、まあ別に歯医者さんだからこうグッて開くような機械使って撮れてますけど無理なので、普通はなので、もう自分でイーってして自撮りしてください、歯だけ。そしたらなんとなくわかる。でもっと言うとあーんってしてちょっとこう上からも写してくれるとなおいいかな。で、横顔変えたいとか口元下げたいって人は横顔のここの鼻と口と顎が写ってればいいので、この3つが写ってるような横顔の写真もアップで、顔全体いらないのでここだけアップでいただけたら僕それも合わせて説明できますから送ってください。で、この一例でちょっと喋りますけど、まあ、このような例えば症例をパッと僕が初診時で見たら、患者様にまずね、いきなり聞く前になんとなく自分の中でこうかなあかなっていういくつかね自分の中の答えを出して実際にカウンセリング入るんですけど、まあ、今回のこの症例だと、まあ、この子の一番直したいのが歯並びを良くして横顔を変えたい、一番多いです。並びも良くして口元も下げたい、こういう子は本当に多くて、そういう時こそ僕に頼ってほしいですね。エンビザラインで抜歯矯正本当にやってる先生少ないですし、あと症例数もね、ここまでたくさん抜歯症例やってる先生少ないと思います。限られるぐらいしかいないと思うので、抜歯すればいいって問題じゃないんですけど、まあ、今回のケースのように横顔変えたくて、で口元も実際に出てると、でレントゲンも撮ってみて、あ、これは抜歯してやった方がいいなってことだったので、横顔を変えるために前から4番目の歯を抜いて4本抜きます、この子の場合はね。
でなおかつ下げる、で並びも良くする。そしてもう一個、本人は気づいてないけど、こう中心のズレ、上の後下の真ん中がずれてる人結構いるんですけど、今回はずれてたので抜歯をしてスペースを作って下げながら中心も合わせに行く。やっぱニって洗った時にね、真ん中が合ってる方が綺麗ですよね、はい。なので中心のズレってでも本人あんま気づいてないこと多いので、僕の方から真ん中も合わせるような矯正手にやらないかってご提案して、実際にやろうってことで始めていきます。なので初心時にこの写真パッと見た時に、真ん中がずれてるな、で横顔多分変えたいんじゃないかなっていうのを元に話して、やっぱり横顔を変えたいってことだったので、横顔を変えながら中心のズレも合わせるよって、あと刃も気になってたので、歯を抜くことでスペースができるので、そこに剣歯を持ってくることで歯のこう並びというかね、こうちょっとうねった感じなのも治ってきますから、それも一緒にやっていこうということで始めることが多いですね。今回の一例パッとこう見ただけでここまでたくさん話せるので、なのでこれがもう無料で DM でできますから、どしどしご応募ください。現在 A クリニックではドクターを募集しています。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。モニター価格から治療もできますので、詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。ということで今回は皆様の歯並び募集に関する動画でした。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。インスタグラムはね、さっき何回もこれですって言ってましたけど、何でも聞いてください。あとフォローもしてください。定期的に症例載せてますので、見ていただけると自分に似た症例が見れるかもしれません。今回話した矯正インビザラインについて話したんですけど、症例が気になる方はインスタグラムだけでもなくホームページの方からもチェックしてみてください。費用もね、なんとなく載ってますから、自分だったらどれぐらいかかるかなっていうのも計算していただけるといいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。